はい、皆さんこんばんは、はーちゃんねるです。本日の動画は大好評なのかぼっちのみ企画第3弾でございます。食後の歯磨き姿も今日は公開しております。久しぶりのぼっちのみや。あ、声入ってますね。乾杯。乾杯、お疲れ様です。1年ぶりぐらいにまたやりましたが、なんかぼっちのみ好評らしい、好評であってほしいんですけれども、今回はですね、お茶割りを飲ませていただいております。まあ本当になんか紹介することは特にないんだけれども、いつもみたいにまったり部屋着で楽しそうな、いい飲みっぷりです。これ美味しいね。変な顔してますね。1年ぶりっていうことでね、3回もやってる。特にやることないのよ。おつまみでもね、作りに行きました。はい、前回もね作ったんですけど、今回こちら空心菜炒めを作ろうと思ってます。みんな大好き空心菜だよ。まあね、簡単だしね、炒めるだけで。もうね、めちゃくちゃ好きなの。葉物も好きだし、何よりこの空心菜が大好きなので、しめじとエリンギも買ってきて、一緒にこのキノコと炒めようということで黙々と作っておりますね。こちらもまあ目分量です。今回もニンニクね、ニンニクが美味しかったね、大量に入れていきたいと思います。はい、ごま油、もう簡単だからね、炒めるだけだから。ニンニク入れて、いい匂いしてたな。あ、鷹の爪もね、ちょっぴりピリ辛にしたくて用意しております。茎の方からあわあわしてますね。なんかもうめちゃくちゃいい匂いするでしょ、画面から。最高だよね。キノコボン。目分量しようかな。もうこんなんでもういい。もうこんなのが一番好き。美味しい。結局醤油ドン。オイスターソースと、あとちょっとお酒とかで味付けしております。もう適当です、完全に。あー、美味しそう。いいですね。できました。早い。空心菜と、キノコの炒め物完成です。うまそう。ニンニクマシマシです。はい、完成しました。本当にすぐ簡単にできるので、スーパーで空心菜見つけた時、ぜひおつまみとしておすすめでございます。はい、部屋に戻ってきていただきます。美味しいだけど、美味しくない表情するんだよね、美味しすぎて。最近ね、あのドラマの撮影でね、あの本当に暑い中、私のインスタグラム見てくれてる方は知ってくれてると思うんですけど、めちゃくちゃ遠い場所に毎日連れて行かれてですね、なかなかね、こうやってまったりする時間久しぶりだったので、すごいリラックスできました。皆さんぜひドラマ見てあげてください。7月から。あ、ニュージーンズ、そうそうそう、この時ニュージーンズさんを見てましたね。本当に可愛くてさ、ハマってるっていうか、それほそうやって言えるほどさ、踊ってますね。詳しくはないんだけど、とにかく女の子たちが可愛くて、曲も可愛くて
んか見よう見まねでやっておりますけれども、もうね本当にこんなことしながらね晩酌してます。ちょ誰誰推しっていうほど本当にごめんなさい詳しくないんだけれども、みんなさ踊りも上手で可愛くて最高です。本当にねこのねお酒とねクビシンシャイの組み合わせが最高でございます。ペロリでしたねこれね。はい、ごちそうさまでした。飲んで食べましたので寝る前に歯磨きをしに行きたいと思います。はい、食後はね必ず歯磨きをしていきたいと思います。なかなか皆さんに歯磨き姿をお見せすることはないかと思うんですけれども、大事ですからねしっかり磨いていきたいと思います。みんなもちゃんと食後に歯磨きしてますか？もう盗撮のアングルだからこれ、すごくカメラに向かって何かを考えながら磨いております。かなり素でございます。こちらしっかり磨いております。ガラガラペね、ガラガラペして歯磨き終わりました。そしてこちら歯磨きの後は舌ケアということで、みんなこれ知ってるかな、何よの舌クリーナー。あのねこれめちゃくちゃいいです。私普段から使ってるんですけど、舌専用のこのブラシめちゃくちゃ汚れが取れてすっきりいたします。ぜひみんなも使ってみて確認してね、全然違うから本当に。さらに汚れを落としやすくする舌専用のクリーニングジェルもあるんだって。みんなもぜひ使ってみてください。はい、ということでこんな時間なのでそろそろ寝たいと思います。こんな感じで本日はぼっちのみと私の歯磨きシーン舌ケアをお届けいたしました。まったりしておりますね。何を見てるんでしょうかね、エゴサかな。またまた次回の動画もお楽しみに。ぼっちのみもまたやりたいなと思っております。おやすみ。